はい、こんにちは、 FTM ラジオリョウです。はい、さ、やってきました。ケントさん、はい、急な、ね、はい、やっと会えたんだけど。そうだよね、ずっと会えなかったけど、ごめんね。日本いなかったんだもん、スケジュール合わなくてね、なかなかね、僕も言えなくて。いや、俺が最初さ、コロナになっちゃったんだよね。あ、そうだね、そうだわ、うん、もうそこから、半年以上だね。そうだね、うん、連絡取り合って、なんとかなんとかやっと会えました。やっと会えました。入れ違いっていう感じで、はい、本当に、はい。じゃあまずね、ケントさんを知らない人はいないとは思うんだけど。いや、そんなことないって、いるって。自己紹介してもらいます。はい、どうぞ。はい、ジーピットチャンネルっていうチャンネルをやってます、ケントです。僕もりょうちんと一緒で元女性で、で、ジーピットチャンネルではトランスジェンダーのとこ、日常とか治療情報っていうのを配信してます。そんなチャンネルやってます。よろしくお願いします。お願いします。前編でね、ジーピットの方で何の話をしたんだっけ。お風呂のエピテーゼのお風呂どうやって入ってるっていう。で、なんかキュッみたいな。そう、俺のおすすめの、擬人の話をしてます。はい、はい、どう、最近忙しい。忙しい、言っていいのかわかんないけど、えぐいだって1月から6月まで毎月出張入ってて、うんうん、もう10日とかにも入れなくて、長くて10日で5日とかしかいなくて、毎月もう 1,2,3,4,5,6 で出張入ってたから、3月帰国して4月の頭ぐらいにもうコロナとかじゃなくて高熱出ちゃって、40度ぐらい疲れで倒れちゃって5日間、5日ぐらいしか日本いないのよ。その5日間まるっと倒れてて、もうほんとご飯も食べれなくて辛くて、ウェルコイをちょっとな、元気もうほぼ FTM が手術行ってるっていう感じ。あ、うん、MTF 増えてきてるんですよ。MTF も結構多い。 MTF の方が長いから、うん、滞在が、うん、3週間ぐらいタイにいるのよ。下の方だもんね。そうそうだよね、そうすると長いもんね。そう、 FTM だったらその胸と子宮だけで10日間ぐらいの滞在なんだけど、うん、MTF も増膣まで全部やるんだけどね、うん、そうすると3週間ぐらいいるから、うん、結構ね、長いんですよ、長期なんですよ。胸オペだけだと何日？胸オペでも9日間。9日間、うん、いなきゃいけない。その抜歯までタイにいなきゃいけないみたいなのがあって、オペと入院期間は胸オペだけだったら多分2泊3日とかでいけるんだけど、うん、その後9日10日ぐらいはね、あの抜歯までいなきゃいけない。自由期間なんだけど、ホテルでその間滞在しなきゃいけないみたいなのがあって、結局胸オペだけでも長いだもんね。そうかそうか、その胸オペね、誰かを連れて行きたいと思います。はい、これその企画いいよね。でしょ、すごくいいと思う、視聴者プレゼント、うん、いや、なんかだから俺頑張れてる。あー、嘘、うん、誰かのために、自分のためにはもう頑張れない。すごいね。そう、めっちゃいいじゃん。なんでそのマインドになったの。そういうタイプじゃなくない。さらっとひどいこと言ってる。いや、結構ね、俺自分のことは好きだけど、うん、自分にお金かけるって、うん、まあ手術はお金かけられるんだけど、うん、女の人っていうか、まあ彼女とか好きな人に、うん、結構どっぷりその人のために尽くす、貢ぐタイプだよね。そうそう、それはそうだわ、うん、あ、でも貢がないの、お金ないから。でも あったら貢ぐわけでしょ。あればあるだけ貢いじゃうわけでしょ。そうね、なんか当時その昔ね、まだ学生時代、ほら学生時代バイトぐらいのお金しかないんだけど、うんうん、でダンサーを目指してた女の子がいて、うん、で彼女のために俺はそのビデオカメラ、当時多分10万ぐらいしたのかな、うん、あ、それを彼女のために買うんだっつって俺はバイトしてた、うん、みたいな。マジか、超貢ぎくんじゃん。そうそうそう、だけど他のところとかは全然お金とか、うん、あの貢がないっていうか、逆にこう紐になるタイプなんだけど。あ、そうなんだ。え、それ例えばさ、なんか自分で欲しいもの、うん、なんかそういうのがあって、うん、貯めるみたいなこともするの、うん、なんか、あ、この財布が欲しいとか5万ぐらいするとか、あのね、バイトしようみたいなのってあった。物欲があんまなくて。あー、うん、すごいね。それでなんかその彼女のためにビデオカメラ買おうって言ってバイトして貯めるって、そういう感じなんでしょ、常に。そう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 、貢ぎだ、貢ぎでしょ、貢ぎ、貢ぎ、うん、
だから危ないよえ、でも見つかれる方としてはいいんじゃないの、相手としては、うん、そう、だからね、騙さないでねで、はい、まあなんとね、この2年間で、まあ、1年前から YouTube の、ね、収益も入るようになったし、はい、あといろんなところでグッズをメルカリで売ったり、はい、まあ、しててね、うん、で結構いろんなところからお金集めたりもしてて、うん、その誰かが手術する用の講座を作ったの、はい、今日はね、それをね、みんなに、ケントさんにまず見せて、はい、みんなにも見せようかなと思います。金額発表、金額発表だよこれ。でもあれでしょ、途中報告みたいな感じ、うん、そうそうそう、まだ全然だよ、はい、はいはいはいそんなに期待しないでね、まだ途中でも楽しみでしょ。すごいよね、有言実行で貯めてね、ほんと貯まったら、うん、あの視聴者に胸オペをプレゼントするっていう。どうやって決めるの、どうやって決めよう。とりあえずでも視聴者は絶対でしょ、視聴者リスナーさんで誰か選ぶって感じだよね。そう、もう俺のところに、まあまあもう今からもうアピールしてもらわないと俺の記憶に残んないとね、あ、うん、でまあとりあえずでも、もう行くぞってなったら、うん、多分バーってくるけど、でまたその中から自分で、うん、まあ、こういう理由で今まで手術ができなかったとか、うん、こういう風にしたいから今手術がしたいとか、うん、そういうのを聞いて、であとは俺と行くからね、あ、だから俺とこう相性が合うような人をまたチョイスして、あ、そうだよね、あと動画とか出てもらいたいもんね、その企画の流れで ね、出演 OK で顔出し OK みたいな条件もあってってことだよね。そうで、あとあのライブ配信を俺土曜日に毎週やってんのよ、うん、でその時にこう結構こう毎回来てくれるあの視聴者さんがいるんだけど、その人たちとそういう、どうするとかいう話もしてるから、そういうミーティングでもこういう人がいいんじゃないか、ああいう人がいいんじゃないかっていう話もしていく。はい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 、あ、いいね、すごいいいコミュニティか。だから今のうちあの手術したい人はアピールしといて、コメントとか何でもいいんでしょ何でもいい。そうすると俺もちょっとほら覚えられて、あ、この人と行きたいなとか思っているかもしれないからね、うん、はい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 、うん、でも1名だけ抽選で、そう、 YouTube で発表してっていう感じ。いい企画ですよ。でしょう、うん、見しちゃおうか。はい、いいでしょうか。でもそれ専門の講座を作ったの。そう、あ、すごい。 YouTube とそのまあもう手術用のいいやつじゃない。どうかな。ですごいラッキーじゃない、だってそれで当たってさ、お金貯められてないとか、うん、お金貯めてから行こうとか思ってるね、若い子とかいるかもしれないじゃん。そういっぱいいると思うけど、あ、結構すごいですよ。溜まってる。頑張ったでしょ。頑張った頑張った。これも YouTube の収益とかを貯めてったってこと？そうそう。だけじゃない。だけじゃないし、うん、まあいろんなところからちょくちょくその YouTube 関係とか、うん、Twitter 関係とか、うん、自分がこう、まあ、さっきも言ったけどメルカリに出したものをこういうの売ってるよって言ってそれを買ってくれて、うん、その利益をここに入れたりしてる。ああ、なるほどなるほど、まあ、一応でもその YouTube とかの系列の活動からの、うん、貯めたお金は、そうそうそう、すごいよ。見ますか、見たいですか。発表しますよ。ザザン、ザン、なんと251,508円。わー、イエーイ。いや、コツコツ溜まってるね。ね、ね、ちょっと割とゴールが見えてきたって感じですよね。そう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 、俺もね、最初この収益を見て、これ収益だけじゃないんだよ、うん、ね、YouTube の収益だけじゃないよ、うん、そうね、そう、収益だけだともうこれはあと何十年後かなって思ってたただでもいろんなね、ことでいろんな人が応援してくれたりして今ここまで金額になりました。はい、ね、これはできるでしょ。いけるでしょう、うん、ね、いけるでしょ。だってあれでしょ、2年間その企画、うん、最初からやってたわけじゃないのか。
あでもほぼ最初からやってて、あの手術は連れて行きたい、まだ収益してないけどねみたいな。そうだよね、うん、だから収益化になってからため始めたみたいな感じ。もっと前だった。まあそうだね、そうだよね、口座作ってっていうのは1年ぐらいってことでしょ、うん、だから1年間でってなったら結構ね、またペースなんか上がってきそうな気もするから、うん、どうなんだろう、ペース上がるか分かんない、そこも。あ、そう、そう、そうそう、え、だって YouTube だってずっと伸びてるわけでしょ、収益。あ、だけど YouTube のね、お金はね、ビビったのものなんですよ。まあね、そうなんですよ、なんかチャンネル登録者数とか関係ないんだよね、あれね、金額もそうなんだけど、あとは登録者数が、1万人行ってからの、はい、手術だから。あ、そうかそうか、そう、目標がそこがあるんだね。そうそう、そこと金額、はい、うん、この2つがないといけない。はい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 、うん、いやもう、いや1万人ちょっと目標に応援してください、ぜひ皆さん、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。まあ、あとさ、これ登録者数が今、1500人ぐらいいったのよ。うん、うん、ね、おめでとうございます。で、そしたらね、やっぱね、こういろんな相談がちょくちょく来て、うん、はい、で俺ね、こう胸も取ったし、子宮も取ったし、卵巣も取ったし、うん、ミニペニもしたし、うん、ね、ホルモン注射もしてるし、うん、であとまあ更年期障害的なのとかもね、うん、あったり、あと副作用とかも結構みんなよりある方なのね、うん、でそれをまあツイッターで嘆いてたりするんだけど、うん、でそうするとさ、うん、相談がね、うん、ちょくちょく来るのよ、うん、ただでも俺でも答えられない相談とかあるし、はいはいはい、はい、うん、そういう時はさ、ジピットに相談回してもいいの？もちろんでございます。あの全国の病院とか、タイの病院もそうなんだけど、国内の病院ともつながってて、直接その医師とのカウンセリングつないだり、写真診察をうち経由で無料でやったりってことができるんですよ。で公式 LINE のやり取りで無料で対応してますんで、お気軽にご相談ください。治療するしないに関わらず安心だね。うさんくさいんだけど今ので今ので一瞬で怖くなったんだけど。いやでもさ、すごくね、なんか何、いや俺の時にはそんなのなかったんだもん。いやでもそうだよ、僕の時もなかったよ。でしょ、なかったよ。自分で困ったから絶対あったらいいなって思って、マジでなかったよね。なかったよ、なかった。あとなんか社会のこう、うん、風潮っていうのかな、なんか空気感も違かったじゃん、うん、トランスジェンダーの治療ってなったらさ、アンダーグラウンドの闇みたいな感じだったんだけど、今合法の表の日の目を浴びてきたよね。だよ、本当闇だったよ、本当闇だったよ最初、うん、浅草橋の裏の裏の方まで行ってたよ。わかる、僕も歌舞伎町の雑居ビルだったよ。危なかったもんね、ちょっとだいぶ、ね、あの整備されてクリーンになってきましたよ。世の中変わってきました、変わってきました、いい方向に、はい、ではでは、今日はなんとジピットのケントさんとコラボでした。今日もグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ではまた、バイバーイ。バイバイ。On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah.
gotta work, never tell. Keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate. Go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that.